国土交通副大臣がこの道路について、下関は安倍さんの地元だ、北九州は麻生さんの地元だ、私はすぐに忖度します、分かりました、そう言って予算をつけたんですね。とんでもない利益誘導ではありませんか。そうしたらば副大臣は今日辞めました。しかし辞めて済む話ではありません。あの森友問題もそうじゃないですか。政治の私物化、税金の私物化、こんなこと絶対に許すわけにいかない。どうか皆さん、こういう古い利権政治、これをやめさせる皆さんの思い、角谷道夫さんへ、北山良三さんへ、どうか託してください。よろしくお願い申し上げます。そしてこの選挙が終わったら、大阪12区の補欠選挙が行われます。宮本武史衆議院議員が議員を辞職して、市民と野党の共同候補として戦います。共産党は野党の共闘のためには、やれることは何でもやってまいります。どうか力を貸してください。そして本気の共闘を進めるためにも、この大阪の府議選市議選で共産党を伸ばすかどうかが決定的に大事になっております。どうか皆さん、そのためにもお力をお貸しくださいと心から訴えます。よろしくお願いを申し上げます。大阪の府知事と市長が入れ替わってダブル選挙をやってるんです。ひとかけらの道理もない、道理党略もひどすぎるのではないでしょうか。そうだ。大体皆さん、大阪都構想というのはもう決着済みの話ではありませんか。第一に大阪都になるわけじゃありません。政令市である大阪市をバラバラに解体をして、そして一人の指揮官のもとに全部権限を吸い上げる、やりたい放題の町を作ってしまう、それが都構想ではありませんか。二重行政の無駄をなくすというけれど、その名のもとにやったのは住吉市民病院の廃止じゃありませんか。病院だって大学だっていいものは2つあったって3つあったって4つあったっていいんですよ。本当の無駄を正すんだったらば、都構想なんかなくたってその気になればできるではありませんか。大体皆さん、都構想こそが無駄遣いの典型ではありませんか。新しい役所を800億円もかけて作る、毎年の維持費は80億円もかける、そんなお金があるのであれば市民の暮らしのために使うべきではありませんか。皆さん、都構想で大阪市をバラバラにしてしまったらもう取り返しがつきません。壊れたコップは元に戻りません。これは地方自治の土台を壊す攻撃です。異質の危険性があります。だから私たちは政策の違いがあったとしても、これは絶対に許さない一点で力を合わせようと訴えているわけであります。しかも皆さん、ラストチャンスだと言ってたじゃないですか。住民投票はラストチャンスだ、二度とやらない。一体何回ラストチャンスすればいいんですか。勝つまでじゃんけんはもういい加減にした方がいいのではないでしょうか。自分たちの目的を達成するためには何でもやってしまう、これは民主主義でも何でもありません。日本共産党は都構想をストップ、維新政治をやめさせる、その一点で今度の選挙、府知事には小西忠和さん、市長には柳本明さん、保守の皆さんと力を合わせて広い共同で戦っています。この間テレビに出たら、維新の馬場幹事長が私に野豪だって言うんです。全く的外れじゃないですか。野豪というのは皆さん、目的もなくただ群れることを野豪と言うんです。今度の共同は目的はっきりしている、大阪都構想をストップ、維新政治を終わらせる、明らかな旗のもとに良識ある府民が結集している。皆さん、負けるわけにいきません。必ず勝とうではありませんか。そして皆さん、この維新政治を終わらせるためにやっぱり共産党を増やしてもらわないといけない。維新と正面から戦ってきた共産党を伸ばすことが維新政治を終わらせる一番いい薬になるんじゃないでしょうか。どうか皆さん、今度の選挙では角谷道夫さんを府会に押し上げ、そしてご存知北山良三さんを市議会に戻ってもらう、
これで維新政治を終わらせようではありませんか。皆さん、安倍さんは景気回復の暖かい風が全国津々浦々に届き始めたと言ってますよ。届いてますか。届いてないんじゃないでしょうか。10月に消費税を 10% に上げる、でも増税分はも全部国民の皆さんにお戻しするという。じゃあなんで増税するんですか。軽減税率軽減税率と言うけれども、今よりも安くなるわけじゃないんだから、せいぜい据え置き税率ぐらいにしといた方がいい。しかも複雑回帰な仕組みになってきました。よく言われるのは、オロナミン C は食品だから 8% にするけれども、リポビタン D は医薬部外品だから 10% ですと。これまだいい方なんですよ。財務省に聞きますと、生きている牛はすぐに食べることを想定していないので 10% だ、生きている魚はすぐに食べることが想定されるので 8% だそうです。私は財務省に聞きました。生きている熱帯魚はどうするんでしょうか。そしたらば、食べることが想定されないので 10% だという。もう大混乱になるんじゃないでしょうか。そうしたら今度はポイント還元制度だっていうんですね。現金で買うかカードで買うか、中小のお店で買うかコンビニか大手スーパーか、消費税の税率が5段階6段階になっちゃうっていうんです。誰も理解できないんじゃないでしょうか。そうしたら今度は商品券だと言い出した。商品券が大好きな政党が商品券商品券と言ってます。しかしそんなに景気が心配で増税前から戻すことを考えるんだったら、増税をやめればいいではありませんか。私が先日テレビの番組に出たら、自民党の萩生田幹事長が、私がそう言ったらば説得力がありますねって言ってましたよ。自民党の幹部だって道理がないやり方だと思ってるんじゃないでしょうか。じゃあ選挙で決着をつけようではありませんか。角谷道夫さんと北山良三さんで増税きっぱりやめさせる一票、どうか広げてください。よろしくお願い申し上げます。安倍さんは、でも今度の増税は全部社会保障に使うから勘弁してくださいって言うんですね。勘弁してほしいのはこっちですよ。消費税は医療のためだ、年金のためだと言ってどんどん悪くしてきたじゃありませんか。今度だってこう高すぎる国民健康保険料、また値上げをしようと言ってる。皆さん、これはですよ、維新が言い出したんですよ。都道府県単位の制度にしてしまえば保険料を値上げしても誰も文句言えなくなるだろうと、あの橋本さんが言い出して、それを今安倍政権やってんです。もしも大阪府が示している基準となる保険料にすると、この大阪市はどうなってしまうか。平均的な収入の4人家族のご家庭でなんと4万400円、こんな値上げが機械的にやったらなってしまう。皆さん、絶対に許すわけにいきません。共産党の府議団が頑張って昨年度の保険料の統一はやめさせました。しかし5年かけてこれをやろうと言ってるんです。こんなことを絶対に許してはいけない。その一票をどうか日本共産党に広げてください。よろしくお願い申し上げます。国保料は値上げなんてとんでもない、値下げをしなきゃいけないんですよ。全国知事会は1兆円の公費投入で値下げをしよう、それやらなければ国保の財政は持たないと言ってます。その通りだと思います。国民健康保険というのは以前は自営業者だった、しかし今は非正規雇用の若者や職を探している人たちが次々入っているんです。大変な状態になっているんです。だからしっかりお金を投入して払える保険料にしなければいけない。1兆円の税金を投入すればこの大阪市、今平均的な4人家族で年間42万円の国保料26万円になるんです。暮らしがぐーんと楽になる、こういうことこそ今政治がやるべき仕事ではないでしょうか。その仕事をどうか日本共産党にやらせていただきたい。角谷道夫さんに、そして北山良三さんに、どうかその仕事やらせてください。よろしくお願いをいたします。財源はありますよ。軍事費は7年連続で増えてる。 F-35 という1機100億円以上するステルス戦闘機150機近くも買うと言っています。皆さん、これをやめれば何ができるか。
F35 3機分で認可保育所220箇所、2万人分の待機児童を解消できるんです。 F35 7機分で全国のエアコンがついていない全ての小中学校、幼稚園、特別支援学校の全ての教室にエアコンつけられる。この方がよっぽど役に立つ税金の使い方ではありませんか。大企業にも頑張ってもらわなきゃいけない。せめて中小企業並みに法人税を払ってもらいましょうよ。そうすれば4兆円の財源が出てくるんです。株で大儲けをしている富裕層の皆さんに平等に所得税を払ってもらえば3兆円の財源が出てくるんです。合わせて7兆円。消費税の増税をやめて国保料の値下げをする。これが共産党の提案です。いかがでしょうか。これをやらせてくださいよ。公平公正な社会にしなきゃいけないんです。働き方改革だと言って残業時間の上限なんて決めたけれども休日は入ってないんですよ。こんなことやったら休日どん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 働かせる、そんな社会になってしまう。皆さん、過労死のない社会にするためには働く者を守るルールを作んなきゃいけない。 1% の大金持ちのためのそんな政治はもうやめましょう。 99% の国民が普通に暮らせる当たり前の政治をご一緒に作っていこうではございませんか。憲法を変えて戦争する国に向かう、そんなことも許すわけにいきません。安倍さんは言うんです。憲法は国の理想を語るもの。違います。憲法は安倍さんみたいな人が勝手なことをしないように手足を縛るためにあるんです。安倍さんは改憲論議は国会議員の責任だと言います。これも違います。憲法を守るのが国会議員の責任じゃありませんか。安倍さんは改憲論議に国民の理解を深めたいと言いました。あなたに言われたくはありません。日本で最も憲法を理解していないのが安倍晋三さんではありませんか。どんな世論調査を見ても安倍政権に望むもの、一番最後に出てくるのが改憲です。国民の多数が望んでもいないときに憲法によって縛られている首相が自らへの縛りを緩めるために改憲の旗を振る、こんなひどいことはありません。総理大臣の仕事は憲法を守ることです。憲法を実現することです。それができないとおっしゃるのであれば新しい政治を作るしかないではありませんか。絶対に戦争する国にはしないんだ。その皆さんの願い、今度の選挙で党派を超えて日本共産党にどうか広げてください。角谷道夫さんに、北山良三さんに憲法9条を守れの願い、どうかお広げください。よろしくお願いを申し上げます。原発も止めましょう。安倍首相が先頭に立ってやってきた原発の輸出が完全に失敗をいたしました。そしたら今度は原発を動かす電力会社に新たに補助金制度を作り、それは電力料金に上乗せをしてお金を作ると言っています。輸出もダメになった。国内での再稼働も補助金なしにはやっていけない。原発というのはもはやビジネスとしても失格だということが明らかになりました。原発は安全だというのも嘘だった。原発は安くつくというのも嘘だった。ならば再稼働などありえない。原発は廃炉に。この願いも角谷に、道夫さんに、北山良三さんにどうか広げてください。よろしくお願いを申し上げます。そして今度こそ大阪とカジノ第一の政治から暮らし第一の政治に変えようではありませんか。大阪が今夢島に作ろうとしている統合型リゾート IR、 この計画が明らかになった。なんと売り上げの8割をカジノが占めるという計画です。辰巳孝太郎さんが国会で鋭く追及しました。ショッピングだ、国際会議だと言うけれども、結局全部カジノに持っていくための道具に過ぎないではないかと。しかも大阪府の計画はシンガポールのカジノが大半のお客が外国人なのに、大阪の計画は 75% のお客が日本人だと言います。皆さん、カジノというのは必ず不幸な人が生まれるものなんです。新たな価値を何も生み出さない、これがカジノです。大阪府民からお金を巻き上げてそれをアメリカのカジノ企業に回す、一体どこが経済成長なんですか。一体どこが経済の起爆剤なんですか。
皆さん、しかも大阪市がとんでもないパンフレットを出しています。表紙には何と書いてあるか、高校生向けのパンフレット、将来ギャンブルにのめり込まないためにって書いてあるんです。そんな心配だったらカジノをやめればいいではありませんか。そのパンフレットの中開いていくと、なんとギャンブル依存症は治るのでしょうかって質問書いてあって、その答えには風邪や怪我のような治り方はしないが回復することは可能ですと書いてある。ギャンブルやると言ってるようなものではありませんか。なんとはしたないことか。皆さん、もうカジノはやめましょう。カジノに使うお金、大阪都に使うお金、全部暮らしに使いましょう。国保料の引き下げに、介護保険の軽減に、そして子どもの医療費は18歳まで無料になるように、大阪府は小学校卒業まで無料制度を広げようではありませんか。大阪の経済を立て直すのはカジノじゃない。 99% は中小企業なんです。ところが大阪府は中小企業のものづくり支援予算を4分の1に減らしてしまいました。中小企業支援予算、商店街支援予算は25分の1に減らしてしまいました。やってることがあべこべではありませんか。カジノはやめて、大阪経済の主人公、中小企業を本気で応援する、そういう政治を門谷道夫さんに、北山良三さんに作ってもらおうではありませんか。皆さん、そして異常な競争と異常な管理の教育から、子どもたち一人一人を、どの子も伸びる希望の持てる大阪の教育を作ろうではありませんか。子どもは競争によって育ち、これが維新の教育観です。とんでもありません。大阪市では小中学校ごとにテストの点数アップを競わせて、その結果で先生を評価して学校への予算配分に傾斜をつけるなどということをやってる。こんなやり方を絶対に許してはいけないのではないでしょうか。35人以下学級の拡大で、子どもたちが一人一人が大切にされる、どの子も伸びる当たり前の教育をこの大阪に取り戻していこうではありませんか。皆さん、新政治と真正面から戦ってきた、それが共産党です。子どもの医療費の助成制度、これを改悪しようとする動きを食い留めてまいりました。国保の保険料の統一で大幅値上げをやめさせ、今年は大阪市では値下げを実現をしております。皆さん、こういう大きな仕事をしてきたのが共産党ではありませんか。共産党の躍進で維新政治を終わらせましょう。共産党の躍進で大阪とは二度と口にできないようにしましょう。共産党の躍進でカジノはきっぱりやめましょう。そのためにどうか皆さん、司会には門谷道夫さんを、そして司会には北山良三さんをどうか勝たせてください。門谷道夫さん、府立高校の学校の先生39年間、そのうち14年間は西淀川高校で教鞭を取りました。維新不正による教育壊しを直接体験し、維新による競争と管理の競争教育をやめさせ、どの子も伸びる豊かな教育を作ろうと命を懸けて府会議員選挙に挑戦をしております。この決意に応えようではありませんか。どうか押し上げてください。よろしくお願いを申し上げます。そして北山良三さん、4年前のあの惜敗の悔しさを皆さん忘れてないでしょう。今度の選挙であの悔しさを吹き飛ばそうではありませんか。市議を4期13年、市議団長も務めました。日本共産党の市議団の大黒柱だった、それが北山良三さんです。一人の市議官に全ての権限を集中する、やりたい放題の都構想など許さない、正面から論戦対決をしてきた、それが北山良三さんです。カジノを止める西淀川区民の党派を込めたその良識を一つに北山良三さんにどうか集めていただいて、この大激戦、何としても宝の奇跡、北山良三、北山良三、必ず勝たせてください。どうかよろしくお願いを申し上げます。ありがとうございます。今日は本当にたくさんの方に足を止めていただきました。皆さん、本当にありがとうございます。そして大激戦ですので、どうかお広げください。国会でも大阪府議会でも大阪市議会でも、
いつでもどこでも住民の立場でぶれずに筋を通している、それが日本共産党です。企業団体献金も政党助成金も受け取らずに、みんなの願いをまっすぐ政治に届けている、これが共産党です。そしてこの選挙の後は参議院選挙ございます。比例代表で共産党、そして大阪選挙区辰巳孝太郎、連続する選挙で勝たせてください。この連続する選挙で維新政治をさようなら、安倍政治をさようなら、そういう結果を出すためにどうか共産党を大きく伸ばしてくださいますよう、重ねて重ねてお願い申し上げまして、私の伝えとしたいと思います。どうもありがとうございます。今日はたくさんお集まりいただきました。どうか皆さん最後にお願いです。今日はこのままお家に帰ったり一杯やったりしないで、このまま期日前投票やってますので、投票所に足を運んでいただいて、まだやってるかなと思いますので、9時までやってるそうですので、どうか皆さん、まずは皆さんが1票、角谷、道夫、北山、良三と入れていただいて、そしてまた周りの方に広げてください。どうかよろしくお願いを申し上げます。改めて府知事には小西忠和、市長には柳本明、府会議員には角谷道夫、市会議員には北山良三、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。